茨城営業所在籍の390号2006年に、福岡大営業所から転入した2613号、阪急バス茨城営業所は、大阪府茨城市上郡2丁目にある、阪急バスの営業所。最寄りの停留所は、中川南口、茨城営業所前で、所内には、阪急バスの車検整備を担う子会社、阪急阪神エムテックの本社工場が、併設されている。 阪急バスの親会社、阪急電鉄の前身である、京阪新急行電鉄から、京阪電鉄が分離独立したのに伴い、1951年に京阪自動車から譲渡された。譲渡当初は、現在の石橋線の元となる石橋平方線の一部や、茨城市北部、と世の町、富田などへの路線を運行していた。現在は、茨城市や美濃市東部を中心に、 豊中市、吹田市、池田市、高槻市、豊野町まで幅広い地域をカバーする路線群を担当している。以前は、島本町、設津市、京都府亀岡市へ乗り入れる路線もあった。1975年から1985年までは、阪急バスがデマンドシステムを改良した業界初となるミディバスの運行を担当していた。阪急バスのお客様感謝。 例は、隣接する阪急阪神エムテック本社工場で開催される。千里中央駅や横断地間の輸送が主体となる。主に、北千里駅、小野原を経由する系統。そこから、さらに外院の里や見直し北部の間谷住宅へ向かう系統に分かれる。2021年3月まで、大阪大学外国語学部などへと向かう系統も存在した。 千里中央駅北千里駅間を運行する系統は、クローズドドアシステムを採用しており、北千里では郊外駅は乗車のみ、千里中央行は降車のみの扱いとなる。よって、千里中央北千里のみの利用はできない。また、両社の間にある停留所をすべて通過する直行運転を行う。小野原、青団地方面青団地系統簡単谷住宅。 半大外国語学部系統外院の里系統、阪急小野原住宅系統、関電学園前、系統関西学院千里国際キャンパス、小野原西五丁目系統従来貸し切り運行していた、当時の千里国際学園への輸送と、新たに開始する阪急小野原住宅への輸送を担い、1993年に開設された。2011年8月13日には、 小野原西五丁目方面への循環路線となる70系統が新設され、従来の78系統も今宮三丁目経由に変更された。70系統は循環便のうち午前に千里中央を発着する便は半時計回り、同じく午後に発着する便は時計回りで運行される。また、朝晩には小野原西五丁目を奇襲点とする区間便も存在する。 北千里、近南海学園前停留所にある、藤城台第四丁目停留所には、千里中央北千里の直行区間に含まれて、いないにもかかわらず停車しない。関西学院千里国際キャンパス停留所は、2010年4月に、実施された関西学院と千里国際学園の両学校法人の合併に伴い、千里国際学園から解消された。 関西学院地里国際キャンパスには日本語を母語と、市内学生が多く通っているため、78系統の、社内放送や一部の停留所では、英語が使われている。2015年10月16日に運行開始、同年11月19日にエキスポランドア地にオープンした、イクスパシティへのアクセス系統である。近鉄バスとの共同運行である。ただし、近鉄バスは、 途中前停留所に停車する確定便、阪急バスは JR 茨城日本庭園前間をノンストップとなる急行便で開設当初は両社合わせて15分ごとのダイヤとなっていたが2017年8月8日から朝と夜の阪急バス担当便が減便2018年3月19日からは平日の阪急バス担当便が全廃となった。 1984年に開設され、当初は千里営業所が担当していた。1988年に茨城営業所に移管。1997年に系統番号が再編され、現在の体制となった。千里中央、茨城美穂が丘系統を主として半大病院経由や茨城営業所前まで延長した系統によって構成される。 茨城営業所前駅便は、茨城営業所への入港を兼ねている。下井駅については2017年4月1日のダイヤ改正で一つ先の茨城営業所前まで運転区間が延長された。もともと100系統を名乗っていたが、2005年12月14日より、半大病院線の地里中央半大本部前、系統と同じ164系統に改版された。 石橋線国道171号を経由して、茨城と石橋を結ぶロングラン路線。京阪バス時代の石橋平方線がルーツとなる、歴史のある路線でもある。同社からの上等以後は、従来の路線と結合させ、国鉄茨城から国道171号を経由して、石橋、さらに、兵庫県西宮市の高路園浜まで運行されていた。 あとの長距離路線の整備により分断され、現在の石橋線と豊中西宮線に分断された。阪急茨城 JR 茨城間は道路渋滞が恒常的に発生しており、渋滞による遅延を避けるため JR 茨城発着を中心とし、阪急茨城発着は一部便のみである。JR 茨城阪急石橋間の所要時間は約50分弱。 他路線との乗り継ぎが可能な停留所が多いことも、この路線の特徴である。中川原南口では、任長寺、サニータウン方面に、小野原で、青を団地、また二住宅方面に、小野原今宮間で、北千里、千里,千里中央方面に、茅野の小学校前で、千里中央、美濃、青を団地、西都西駅方面、美濃高校前で、という中、 梅田方面に乗り換えることができる。区間便を除き、方向幕には流れ星のマークがあしらわれている。これは、関西学院地里国際中東部、高等部に通う学生向けのサインで、最寄り手留所である、新家、美濃墓地前では、英語の車内放送が流される。郡山団地線茨城市街地から、郡山団地へと向かう路線。2008年4月のダイヤ改正では、 急行便を含む運行本数の限界や、道祖本診療所前停留所の、豊川診療所前への解消などがなされた。2015年4月のダイヤ改正で、茨城ヒルズ方面へ一部経路変更、豊川診療所前停留所の、豊川4丁目への再解消などがなされた。道祖本診療所前系統は、百九十七年十二月十二日の、茨城、 豊野・福尾大営業所管内大屋会政治に石橋線から編入された。2011年7月1日に開設された、サイトと茨城市中心部を結ぶ路線。茨城側は昼間が阪急茨城発議、朝夕が JR 茨城発着となる。2017年8月8日からサイト方面行きのみ、モノレール豊川駅へのリーレーを開始した。 臨時系統として設定されている JR 茨城、豊川一丁目から、会場系統は、小林製薬中央研究所の社員輸送を目的としたもので、臨時と称しながらも2005年頃から毎朝7時台に2便の定期運行を行っている。また、沿線にある倍イ学園で、大学入試センター試験などが開催される日にも運行されるが、こちらは、袋瓶も設定される。 千里中央から青少園前を経て、サ藤西駅を結ぶ路線である。同休日ダイヤに限り、美濃市立病院を経由する便がある。2017年6月1日改正にて新設。千里営業所担当であったが、2020年10月5日、改正で、茨城営業所担当になる。同様に、千里中央とサ藤を結ぶ木と大阪ネオポリス線とは、異なり、 青岡谷西四丁目停留所は通過する。以下は、青団地線の急行便を引き継ぎ、平日朝のみ運行される。以下は、土休日ピルマのみ運行される。JR 茨城駅から国道171号を通って、JR 摂津と大家へと向かう。石橋線と並び、営業所黎名機からの伝統ある路線である。京阪バスが運行していた、京都線を、水田みなせ線。 茨城みなせ線、京都線の3系統に分断したものである。1980年代までは全区間で終日前1本の運行がされていたが、国道171号の慢性的渋滞もあり、定時運行が困難となっていたことから利用者が少なかったとみたみなせ間から大幅な減便が行われ、最終的に同区間は1997年12月22日に廃止となった。 残った現在の区間も年々減便され、JR 総持寺駅の開業もあって、路線の意義も失われていく中、2018年11月19日以降は、全区間の当時、運行が平日の2往復のみとなり、ほぼ免許維持路線に近い状態と化している。また、朝夕には、三崎町 JR 富玉の運行も一往復ある。千里中央。 北千里と美濃大市の小野原あずま地区を結ぶ路線で、1990年に新設。当時は175系統、千里中央、小野原あずまのみであった。1998年に一部の便を富士河西まで延長。2000年に深夜バスの運行を開始。2007年に一部の便を豊川駅まで延長。豊川駅発着便を176系統とした。 2015年4月1日のダイヤ改正で、近蘭千里中学校、高等学校の生徒輸送を目的とした、近蘭海学園前行きの直行便が平日と土曜、いずれも朝の登校時間帯に一本新設された。2017年8月8日のダイヤ改正で、175系統の富士火乗り入れが廃止された。茨城市街地から、市北部の山間地域である城寺や車地区へと、 向かう路線。茨城駅中川原南口の営業所出入庫系統もこれに含まれる。以下のうち、人情寺系統と車作戦は一部の区間で、豊の営業所との共同運行を行っている。なお、かつて存在した大岩系統の派生路線として、茨城サニータウン線もある。人情寺線1997年12月から2015年3月まで、与野系統は、 人情寺にて、乗り継ぎとなっていた。別機の人情寺線の乗り換え方法を参照。人情寺系統2016年6月6日より上、福井馬場間の経路が、再途中部地区を経由するルートに変更された。奥、青団地系統車作戦場穂積系統中央図書、建前系統桑原橋系統2007年12月10日から、運行開始。茨城サニータウンから、 茨城市駅への流動に関して、従来の上福井、JR 茨城駅を経由するよりも即達性が見込まれるとして、長年茨城市議会で議論されてきたが、愛川ダムの建設工事に伴い不動46号からの乗り入れが可能になったことから、2006年5月に茨城市が阪急バスに改めて要望を出し、2006年度末に運行計画を進め、 車作戦の桑原橋系統延伸という形だけではなく上、小積系統から桑原橋系統への振り替えも含めて調整を行った。2015年4月1日より一部の便を JR 茨城まで延長。地里中央と大阪船場線におろし商談地内にあるおろし丼やジェットを結ぶシャトル路線。前乗り後振りの運賃先払い方式を採用しており、 乗車時にジェットの登録カードを提示すれば無料となる。この路線専用の車両が充当されるが土日などには一般車も応援に入る。かつては団地を運営するソックが自社でマイクロバスを用意し運行していた。見直しから受託しているコミュニティバス。茨城市立中央図書館前にあるアマゾン茨城フルフィルメントセンターへの従業員に輸送用路線。 JR 茨城では、アマゾン茨城 FC 方面は乗車のみ、阪急茨城方面は降車のみ扱う。その名の通り、茨城と水瀬の各駅を結ぶ路線。1997年12月22日の改正で、水瀬から富田まで区間が短縮され、茨城と打線として運行されている。京阪バス時代に、大阪内、本町、 天神橋京都河原町を池間を結んでいた京都急行線が前進。産業道路の交通渋滞慢性化や運行効率の悪さから何度も途中区間で系統が分断され、その中の一部が茨城みなせ線である。なお、この路線の急廃止により、国道百七十一号内区間の内国道梶原阪急半休間は他社を含め、路線バスの運行がすべてなくなり、 阪急バスにとっても京都府内と大阪府、兵庫県内を結ぶ系統はなくなった。現在は路線名にも採用されている車作地区で折り返しているが、かつては京都府亀岡市の南係まで運行されていた。乗客減少のため、1997年12月22日のダイヤ改正で、系統番号を79に改めた上で、亀岡市との不境付近にある、 流線橋までの短縮及び休日のみの運行になった。2007年6月24日をもって、愛川ダムの工事に合わせ不動46号の掛け替えが行われることから、同年7月1日以降は、現在の車作域として運行されている。美濃駅とカツオ寺を途中無停車で結ぶ路線。所要時間は約30分。2016年8月6日から運行を開始した。 土日祝日のみの運行で、ボンダイヤ、年末ダイヤでも暦通り運行し、平日は運休。11月と年始も運休する。2017年7月30日に運行休止となった。本路線では、ハニカ各指定期券、環境定期券制度、ピタパ登録型割引、スルッと関西2デー、3デーチケットはいずれも利用不可であった。 クローズドドアシステムを採用しており、半大外国語学部業は乗車のみ、各駅業は校舎のみや使われる。また、下記に挙げた、停留所のみに停車する。大阪外大側から、増便や石橋線の JR 茨城、小野原系統の延伸が要請されていたが、実現には至っていない。1997年に急廃止された、モノレール、宇野辺駅付近。 富田高津機関を復活させた。JR 富田よりも先の各停留所は、この深夜便の降車専用とされており、他の路線は発着しなかった。平日深夜に一本運行されていたが、その後2017年4月1日から再び休止され、2018年3月31日をもって正式に路線廃止された。山岳路線である人情寺線。 車作戦、茨城サニータウン線は初乗り160円からの距離性運賃、それ以外は初乗り220円からの区間性運賃、もしくは220円均一である。1997年12月22日から2015年3月まで、人情寺線、与野系統は、人情寺停留所を境に、阪急、JR 茨城寄りと、あまりの寄りで運行が分断され、 任長寺をまたいで利用する場合は乗り換えが必要であった。ただし、いずれの便も任長寺で乗り継ぎができるようにダイヤが組まれており、以下の方法を利用すれば投資運賃で乗車できる。茨城営業所や阪急茨城、JR 茨城の各駅などでは、この連絡制度専用の紙製の連絡回数券を販売している。人長寺船内では人長寺以外にも仙台地口で 北大阪ネオポリス線との乗り換えが可能だが、この制度の対象にはならない。なお、阪急バスの各線で、人情寺線の他に投資運賃で乗車できる路線は、東、野瀬線の池田妙見三条系統のみ、乗車時に必ず整理券を取る。IC カード利用者も同様で、カードの読み取りとともに必ず整理券を取る。人情寺に到着後、所持している。 整理券を運賃箱に入れず、乗車した停留所から人情寺までの運賃を生産する。乗り換え先の便では整理券を取らずに乗車する。カード利用者も読み取り機にカードを通さず、そのまま乗車。目的地で下車する際は乗り換え前のバスで取得した整理券と人情寺から目的地までの運賃を払う。 カード利用者は運転手に乗り継いだことを伝えた上で生産する。大型車が主体で2000年代は中型ロング車も数を増やしていた。保有車種は国内用手4メーカーすべて揃っており、ハイブリッド車等の抵抗会社も在籍する。かつては天然ガス車も在籍していましたが、2017年4月までに姿を消している。人情寺線、車作船、愛団地線。 茨城と田線に使用される車両は、山間部を走行するため、車体後部にバックアイカメラを備えており、大型車については短尺車両を使用している。2007年当時で山線で使用されていた短尺車の一部は、カメラを撤去した上で、茨城美穂が丘線などで転用されていた車両もあった。また、メゾン千里丘線とミノウ3線では、基本的に中型車が使用してたが、 2018年以降は順次、中型ロング車が主体となり、未ノ産独占については2019年以降は順次、大型車主体になっている。2007年頃の車両の入れ替えでは、JR 茨城、阪急茨城発着路線に新車を投入し、そこで年出された車両を、地里中央発着路線に回すという傾向があり、このため、 前車の路線の車両はほぼ全車ノンステップバスあるいはワンステップバスであるが、後車の路線はノンステップバスワンステップバスが、各路線1から2両ずつしか所属しておらず、未だ2ステップ車が主体であったが、2009年以降は、地里と中央発着系統も、順次ノンステップバスあるいはワンステップバスが主体となり、現在では全車両がノンステップバスあるいはワンステップバスになっている。 ありがとうございます。